マレーシアとインドネシアの国境に存在するチェックポイント。両国のチェックポイント名が表記されている。国境検問所とは陸上にある国境を車両もしくは徒歩で横断できる場所に設けられた国境を挟む両国の出入国管理施設である。正式に国境を横断できる唯一の場所でありチェックポイントと呼ばれる。一般的に国境にまたがる道路、橋、 鉄道の国境両側に近接して設けられている。島国ゆえに陸上で外国と接していない日本とイギリス本土にはこのような場所は存在せず、日本で出入国管理施設がある場所は空港と港湾だけである。我がはインドとパキスタンの国境検問所さんイシドロ国境、検問所、アメリカメキシコ国境鉄道の場合、国境駅がその機能を果たす場合もあるが、 チェックポイント専用駅を設けている場合や、国境付近の線路上に列車を停止させ、車内で入出国審査を実施する場合がある。また、飛行機と空港に似た例で、ターミナル駅での乗車、下車の際に手続きを行う例もある。香港領域は中国本土への出入り、堺以外は許可を受けた住民しか利用できないため、実質的にチェックポイント専用駅である。 シンガポールかつては、マレーシア方面から来た場合のみ、便宜的に入国手続き語下車できた。そのため、当駅発着となる乗車券は発売されていなかった。現在、シンガポール側の始発駅になったため、当駅での乗降が可能になった。アメリカ合衆国、ありがとうございます。